それではここで今日の金先物情報をお伝えしていきます。朝10時に大阪取引所が発表した金先物指数です。11,289円、前日比プラス179円となります。ここで日産証券本店第三営業部長笠島正幸さんにお話を伺っていきます。笠島さん、おはようございます。おはようございます。今日の金の状況をお話しいただけますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。 本日10時の大阪金6月切りは1グラム 11,289円でプラス179円、ニューヨーク金中心元月の12月切りの終値は1ドル4ス 2444.4 ドルで25ドル安く取引を終えております。先週末に発表された雇用統計で雇用の情勢の悪化が示されたことをきっかけにアメリカの景気減速が懸念され世界的な株安に波及し、昨夜のニューヨーク市場もその流れを引き継ぎ株式市場の急落によるリスク回避の動きで信用取引のマージンコールを確保するためとみられる売りが先行し、一時約2,403ドル、前日に比べ約66ドル安くなる展開になりましたが、その後発表されました7月の ISM 製造業総合指数が 51.4 と先月の 48.8 から上昇し、安値から戻す展開となりました。また大阪市場も海外と同様にリスク回避の動きと為替の円高が加わり、一時10,804円、前日に比べ306円安くなりましたが、ニューヨーク市場の戻りと為替も急速に円安になったことから昨日よりも約1グラム200円ほど高い値段で現在推移しております。今後の展開といたしましては、引き続き株式市場の動向と FRB の金融政策が注目となります。また中東地域ではイランによるイスラエルに対する攻撃が迫っている可能性があると報道されております。もしそのようなことが起きた場合、地政学的リスクの高まりから有事の際の安全資産として買われる展開になるのではないかと思います。先週末、昨日と株式市場、金市場ともにパニック的な売りに見舞われましたが、過去のリーマンショックやコロナショック時にも株式市場の急落によりその損失を補填するために金が売られることがございましたが、いずれの場合も株式市場が落ち着きを取り戻した際は金価格は急速に値段を戻す展開となりましたので、慌てずに行動していきたいと考えております。今朝の大阪金先物市場の状況をお伝えいたしました。笠島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。笠島正幸さんにお話を伺いました。